豚食は、平安時代、宮中、貴族の邸宅で共演で邸上に並べて、下級職員、時に身分ある人に賜ったものである。一説に、怖いおにぎり固めて、鶏卵型にしたものであるという。おにぎりの原型ともされている。豚は集まるという意味で、百具も二百具も並べ立てる、ことによる名であるという。豚食が何を指すかについては、諸説ふんふんである。 川会賞によれば、法藩の葉で包んだ飯であるという。大器かすが参りの上には、豚食十五具法藩五百具と書き分けられているから、別のものであったかという。定常雑器によれば、怖いお握り固めて、鶏卵型にしたもので、今もくげ型にては握り飯を、鈍時期というよし、京都の人物も競りというから、近世は握り飯を刺したかという。古くは、 共演のことを頓色と言い、北山省の皇太子家元仏儀の城の頓色の中には、聖頓色と荒頓色との二種ある。類寿名物公には、聖頓色は木型などで打ち抜いたもの、荒頓色は型なしに盛んつったものかとある。玉箱創設には、嫁取りの時に用いる二重の台の下台のないものが、小釜木の主演の座に見え、 しかもその名を伝えないがおそらくこれが豚食であろうという。類似雑用症には森菓子、甲菓子の証拠があることから森豚食は一種を、荒豚食は種子のものを混ぜて盛ったものであろうという。ありがとうございます。